毎年春と秋に開催されているローズガーデン、今年もその季節がやってきました。フラワーアレンジメントの先生、曽我部翔さんの展示です。大自然の中で育ったシャンデリアがコンセプトだそうです。ガーデンのテーマは春爛漫。京成バラ園さんの監修だそうです。フォトスポットも設けられていました。いろんな種類のバラがあります。太陽の日差しを浴びて風にそよいで気持ちよさそうです。バラに囲まれてとってもワクワクします。奥には花のアーチが飾られてますね。たくさんある種類のお花の中でもやっぱり大好きなのがバラのお花です。お花屋さんに行ってもついついバラの花を手に取ってしまうんですよね。翔先生の作品も風にそよいでゆらゆらと綺麗に輝いていました。季節ごとに開催されているオープンガーデン、開催時は無料で開放されているので次回も楽しみです。